オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。厚切りジェイソンです。この度第15回オリコン年間本ランキング2022において、ジェイソン流お金の増やし方がブックランキング1位を獲得しました。たくさんの方にお手に取っていただき本当にありがとうございました。いや、なんでこんなに売れてるのかはちょっとわかんないんですけど、多分その分かりやすさと、その再現性の高さが評価されてて、で、特にその見られてる市場の中でも同じような考え方が当てはまるところが評価されたと思いますね。この本の中身は投資だけじゃないですよね。もっと大まかにお金との付き合い方の話になっていますので、まずは自分の支出を把握しましょうというところから、多くの方々が、考え直すきっかけになったと思いますよね。で、その後は投資もその将来のための計画の一つの部分、として大事ですけど、それだけじゃないですよねというようなところで、全体的にお金に関して、深く考えるきっかけになって、で、その中でちゃんとした分散長期積み立て投資もギャンブルじゃないよというのも、伝わったのかなと思います。抑えているつもりはないですけどね、もともとないので、そういう質問はいつも困るんですけど、一番のコツは多分周りと比較しないことですよね。周りはそうかもしれないですけど、それは本当に自分にとって幸せなのかなと、常に思ってて、で、その高いものを買いましたという自慢された時に、僕は、いいなじゃなくて、お金の使い方下手だなという方向になってしまうので、人それぞれいると思いますし、人それぞれいていいと思うんですけど、周りと比べて自分の幸せ基準を決めずに、自分の軸から生まれる幸せの基準で考えた方がいいと思います。買って終わるのではなくて、買って自分の人生にどこに当てはまるのかを、もう一回、まだやっていなかったら、もう一回考えてもいいと思いますよね。で、それをジェイソンのやる通り全てをできないから、無理、諦めたじゃなくて、もう一部分でも、いくつかのところだけでも、これだったらもうちょっと将来が楽になるみたいなことがあれば、早い段階でそれを取り入れたら、それは継続的にやっていくと、すごい、重なっていくんですよね。その塵も積もれば掃除しろよな汚いからな、その山となる、少しずつやっていけばいつの間にか大きいものになっているというところで、それは本当に全部じゃなくてもいいから、例えばその支出をもうちょっと意識を持つだけでもいいし、少しずつの定額でも定期的な積み立て投資でも始めようかとか、そういうような話でもいいので、自分ができるところを少しずつやっていけば、きっと将来はその分楽になると思いますので、まだの方でしたらちょっと、できるところを取り入れてみたらいかがでしょうかという提案ですね。